れ違うのがギリギリの道幅ですね。暑くない？暑くて暑くて。容疑者が乗った白い車が人通りの少ないオフィス街へ。5秒後、1台のパトカーが後を追い、その後も少し遅れて2台、3台。この道をまっすぐ進んでいくと、あ、ここ一方通行ですね。ここから先一方通行がないことならできませんが、通過したであろう道の近くには赤坂警察署もあります。この防犯カメラから2分後、車は住宅街へ。道幅の狭い丁字路、前を走るタクシーを追い立てるように逃走車両が曲がっていく。